ハイリア大橋に行ってみましょう。そして何事もなければ行きたかった山行きましょう。まあ、ここは多分ギョーンと行ってしまっていい。もしかしてさ、そこ建てる？そのハイリア大橋のこの上のなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、ここ建てそうな場所があるくん。なんかあるね。なんか見えてきたね。この辺に降りれる？リンク危なくない感じに降りれる。降りれそう降りれそう降りれそう。降りれた。ハイリア大橋来た。特に何があるというわけではなさそう。なさそう。パルさんが下にいるのが見えつつ、それなんだろうね。そこに何か見えるんだよね。そこ。なんだろう。こういうところに記憶とかあったりしないのかな。ね、ちょっとわからないけれども、なんかある。ピンクの、あれがハイリア城かな。でもハイリア大橋とかハイリア塔とかっていうさ、ハイリアって名前がついてるものがいっぱいあるから、ね、ちょっと近づいてきててもおかしくはないんだけれども、どうなのかしらといったところ、とりあえず、パルさんに、いい感じに乗せてもらえた。いい感じに乗せてもらえたので、なんか敵がいるとかっていう感じではないね。ね、それ？ハイリア塔って。塔ってほどでもなくない？それ。ちょっと一旦待ってね。あ、一旦降りなきゃダメか。と、マップ見るじゃない。そこね。合ってるよね、方角。それ？ハイリア塔。なんか思ったよりもだいぶ小さな。ね、ちょっと気になるところではありますが、誰かいる？何かいる？さっきパッと見た感じいなかったけど何も。あ、敵だ。敵いる。雨。なんか無理やり倒した感じがすごいする。あ、結構敵がいる。危ないかも。パルさん大丈夫かな？パルさん、一旦降りるね。ごめん。危ない。パルさん、ごめん。大丈夫かな？もう一人いるんだよね。この人。倒してしまいたい。よし。倒せた。弓はいっぱい。リザルスピアもいっぱい。パルさん大丈夫？とりあえず大丈夫そう。で、あれ？試練の祠感知した。漁師の森。これは？これ。一旦開いてみる。ゾーラの槍。ゾーラ族に広く一般的に使われている槍。槍はどう？アイスロッドとかブーメランとかよりは、槍の方が使いやすいかも。せっかくブーメラン取ってきたけれども。いや、ちょっと戦いに備えて、こうしましょう。で、この辺もキラキラしてるね。錆びた両手剣。うん。この辺も、錆びた槍。これはきっと戦いの後っていうことなんだろうな。で、試練の祠がこっちにいると探知しなくて、こっち？この辺でさっき探知した？そうだね。ここ？真下とかなのかな？見えるところには、ないか。この真下とか怪しいのかな？わからないな。どうなんだ。この真下に、まず立てるところがあるのか。うわー、微妙な感じ。か、あっちだね。あっち。島。どうなんだろう。行けるものかな？距離的に。ここからだと厳しいか。あ、そうかも。飛んでいくのかも。うわ、ちょっと気になっちゃった。やってみてもいい？ここから飛ぶのは厳しいとして、さっきの
湖の塔にまずワープします。で、せっかく試練の祠を探知したんだから、それだけは行きたい。そしてこの塔からパラセールでさっきいたところまで飛んでみたいんだよね。行けるかな。ここね、ここ。さっきと全く同じ感じで、ハイリア大橋はどこ？ハイリア大橋、あった。あれに飛びます。ああ、でもここから直接行こうかな。あれに飛んで、さっき降り立ったところね。からこっちって思ったけど、ここの方が高さがあるからもしかして行けるかもしれない。もしかしたら帰ってこれないかもしれないけれども、そうなったらワープすればいい。行ってみよう！怖ーい！どうかな？どうかな？ここしかパッと考えつかないよね。そしてそのハイリア島という名前のところに祠がないとも、あんまり考えつかない。試練の祠感知したね。やっぱりここじゃない？ここじゃない？ちょっとパッと見える感じでもない。うおー！ドラの人だー！ドラの人、そんなところから生まれた！あった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 あったあった。ちょ、ドラの人も気になる。ドラの人も気になるし、祠もすごい気になる。ちょっとでもそろそろ時間が危ない危ない危なかった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 。よし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 。危なー。あー、ドラの人生まれたー。ここがじゃあ、住処というかっていうことなのかな、もしかしたら。わー、怖ー。でもなんか、バチバチってなってないね。電気の玉、してないね。まあ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 、いいとして、で、ここ見つけたー！あった。危ない！いや、ナーガの祠、行ってみましょう。よし、画面が、調べてー。よかった。これはちょっと、ね、推測がち推察がちわからないけれども。よかったー、行ってみましょう。祠を訪れし者よ。我は、や、ナーガ。女神ハイリアの名におき試練を与えよう。天を破る。ヤナーガの祠。天を破る？パズルなのは嬉しいけど、天を破る。ほうほう。ほうと。ここは下は潜り込めたりはする？あ、潜り込める。あ、潜り込めるよ。敵はいる？敵はパッと見いない。こっちにも行ける。ああ、後ろには入り込めて正解な感じ？でも破るだし、天を破るだし、ということは、爆弾かな？これごと爆弾？いや、でもちょっと上も見たいね。この上。これは一体、間違えちゃった。こうして、こっちの方がいいかな。こうして、で、そう。おお、ん？上がったね。あ、これ邪魔なんじゃなくて、じゃあ、こうして、間違えちゃった。危ないな。ちょっと違うんだけどな。いいか。あ、なんか入っちゃった。ちょっと詰まっちゃった。ちょっと近いな。ここに、四角いのを詰めずに、こうしたらいいんじゃないの？あれ？ここに。あ、転がっていた。これで、こうしたら、上がったけど、なんか違うね。
して、そんな何個も作れたりとかはしないよね。違う、置く。でも上がって上がって戻ってくる。そしてこれは動くもの？違う違う違う、ね、動かない。これは？それは止まるんだ。となると、こうして、こうします。そして、上がる、でも変えれる？起爆はできる。あ、できないわ。この状態だと起爆できないしな。ここか？ここに乗っててピョーンってしたらいける。いやでもなんか違う感じがするな。あー、近い。ピョーンはできそうだけど、自分のなんかそんな頭とかで、あの、岩は壊せないような気がするんだけど、どうなの？こうして飛べる。おお、危ない。飛べたけどなんか違うし、めっちゃ危ないな。めっちゃ危ないけど、せっかく祠だからね、回復できると思うと、今食べちゃうのもったいない気もするな。ないかな。じゃあ、爆弾を、こうして、で、こうしたらどうなる？いくよ。あー、飛んでいってしまったね。こうしたらでも起爆はできる。ということは起爆すぐ起爆みたいな感じ？こうで、こうして、こうで、いくよ。起爆すぐこれに変えて起爆と。あ、できた。よし、できて、で次を気をつけないと、倒れるね。こうして、でも突き破ってるから、そんなことができるんだよ。これで、起爆飛ぶ、パラセール。よし。起爆、飛ぶ、パラセール。どこ、今何も見えない、どこ、これ何、今どこ、何、立ってる、どこかに立ってる。あー、おお、できたみたい。あ、これさっき壊しきれなかったやつか。そうだよね、こうしたら時間止まるんだもんね。で、あれは、ちなみにあれは、あー、タイミングで今まっすぐ来ちゃったけど、右にうまく飛べばあれが回収できるのか、あの宝箱が。なるほど。いやでもなんか
体力が危なすぎる気がしてちょっと怖いな、怖いので、クリア一旦してしまいましょう。で戻ってきてみようか。克服の証6個目となったので祈るがしていきたいところではあるけれども、またちょっと溜め続けるしかない。克服の証ありがとうございます。そしてそう回復してこれ大事で、これで我が家役目は終わる。女神ハイリアの過去があらんことをお聞きしまして、ですぐ戻ろうかね。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、いいね、フォローなどなどどうぞよろしくお願いいたします。ではでは。